どうもー影やんです。今日はですね新たに試したおつまみということについてお話ししたいと思います。 で、えー、好きが故にですね、えー、週2日だけ飲めるようにこうしております。だから、えー、休日前の日、休日の前日日と、えー、休日の日、えー、水曜日と木曜日だけはお酒を飲めるようにしているというところでですね、その <laughs> でその二日間の貴重なね、その2日間をですね、よりお酒を <laughs> よりお酒を楽しむためにですね。 えー、おつまみにねこう最近ちょっとこだわるようにこうなってきてですねで前はねだからオリーブの実であるとか、えー、梅干しであるとかねらっきょであるとか、えー、クリームチーズの、えー、塩昆布のせとかねそんなんをこう最初食べていたんですけども最近ねちょっとこうまた新たにこう、えー、加えていってですねやっているのがですね、えー、一つが味噌、えー、にんにくですね。 これ味噌ニンニクのスーパーで売ってるんですけどもこの味噌ニンニクのつまみこれは美味しいかどうかちょっとね まあ、ぼちぼちうまいんですけどもそのまあ家族がね結構喜んで食べてるんで、えー、買ってる感じなんですけども味噌、えー、にんにくほんでこれはねしそにんにくっていうのもあるんですね同じ種類であ種類が違うやつで同じあれでねほんで、えー、しそにんにくも試して味噌にんにくも試してほんで家族がですね、えー、やっぱり味噌にんにくがいいということで味噌にんにくをこう、えー、買っているというところで,でもう一つはですね僕これ結構気に入ってるんですけど豆もやしですね 豆もやしで、豆もやしがですねこう、ちょっと量が多くなるんですけども、えー、その豆もやしを食べるその豆もやしの味が結構そのつまみに合ってるというかねお酒に合ってる感じがあってですね僕は好んで食べてますね。で豆もやしの中でもちょっとねこうピリ辛というかね、えー、キムチ的なこう豆もやしというかねそこまでキムチキムチしてないですけども、えー、もやしがメインな 状態ではあります豆もやしのおいしさがありながらちょっと辛さもあるというような豆もやしがこういいなということでこう買っております。でもう一つがですねちゃゃんじですねこれはまあみんな知ってる人多いですけどもちゃんじゃねこれはねやっぱりこう珍味というかねちょっとその味噌、えー、にんにくとか豆もやしほど安くはないんですけどもこれはこれでうまいですね。えー、キムチとは違って であのー、ちゃんじゃいうのはその細かいんですけどもその美味しさがありますねそのちびちび食べる感じだから最初の方につまみで食べる感じとしてね非常にこう優秀な、えー、おつまみ、えー、当てになるんじゃないかなというふうに思いますでもう一つがですねえー、何やったかな豆メちゃんじゃ、えー、あと何やったかなうんまあそれぐらいかな、えー とうんちょっとここあこれはねあの毎回買ってるわけじゃないんですけどもめかぶですねめかぶでめかぶはうまいっすねやっぱりねその普通にそれだけで単体で食べてうまいもんなんですけどもえこれをこうまあどうでしょうかね 何でもうまいです、ね、ハイボールハイボールじゃないなまあビールとかねそんなに合うんかなえー、なかなか美味しいかなというところでですね今このまあまあメカぶはちょっと別としてもですねまあにんにくもそうですし、えー、チャンジャーもそうですねチャンジャーも必ずこう食べる感じですねで豆もやしも必ずですね うん、僕は豆もやしはうまいんじゃないかなと言って食べて、えー、ヒットさせ自分の中でヒットしている、えー、つまみかなとあてかなというふうに思ってますでこれからもねこうスーパーを物色してですねおいしそうなものをこう探したいなというふうに思ってますだからそういう感じのおつまみでうまいのを探してるのと同時にですね、えー、缶詰でねおいしいものも探したいですね 缶詰とですねあと、まあ、お菓子類というかこう乾き物類でこ,うこれうまいやんっていうのをこうちょっと探しているところで乾き物も,もねなんか美味しそうに感じるやつって結構値段しおるんですごく買う時に僕は迷ってるんですけども、えーまあ、まあ迷わず買えるようになりたいんですけどまあまあその迷うぐらいでこう考えてあ、えー、てを探すっていうのもねこう面白さの一つ楽しさの一つでもあるんでですね えー、その辺をこうもっともっとこう探していきたいなというふうに思ってます。あとね松前漬けとかでね結構こうつまむのにおいしかったりするのもあるんでね、えー、その辺今度買ってみようかなとちょっと思ったりはしてますけども。ということで今日はですね、えー、新たに試したおつまみですねこれはねいろいろまた言っていこうかなと思ってますけども、えー、まあニンニクですね味噌にんにく。ニ ちゃんじゃ豆もやし。でまあ一つメーカブということで今日は、えー、お伝えしました。ということで今日はよっしゃーでいきましょう。どうもありがとうございます。